簡易ポータブルトイレとは、便袋等を利用することでどこでも用を足すことができる持ち運び可能な洋式便座です。すでに完成した状態で箱に入っているため、便袋をかぶせることですぐに利用が可能です。室内の設置も可能で、外に出ることが難しい要配慮者のために利用することも想定されます。別途備蓄してある多目的テント等、目隠しが必要になります。便袋とは、袋の中の吸水凝固シートに用を足すことで水を使わずに排泄できる災害用トイレです。仮設トイレは組み立てに時間がかかりますが、こちらは水の流れなくなってしまったトイレの便座にかけて使用が可能です。発災後すぐの利用が想定されます。災害時は可燃ごみとして廃棄が可能です。平時にお試しの際には、固形物は便器に流してから廃棄してください。区で斡旋している防災用品の一つなので、自宅への備蓄もおすすめです。こちらが簡易ポータブルトイレです。箱から出すだけで設置が可能です。便袋は20枚ずつ包装されています。便袋を必要枚数取り出します。便袋を便座にかぶせて排泄します。上部を開けると中に吸水凝固シートが入っていることがわかります。ではペットボトルの水を使って効果を検証してみましょう。シートがみるみる水分を吸収しています。30秒後にはほとんどの水分が吸収され、ゲル状に固まりました。排泄後、使用した袋の上部を切り取り線に沿って切ります。切り取った部分を紐として、できるだけ空気を抜きながら上部を結び廃棄します。